さあ、オリックス2022年のキャンプもここ宮崎県で始まろうとしておりますけれども、オリックスを語るチャンネルではですね、今年はオリックスで誰がブレイクをするのか、今年目の色を変えてかなり気合が入っている選手がたくさんいます。支配下枠は現在65、残りの5枠を勝ち取る選手は誰なのか、オフの補強も一段落ついた上で2022年シーズンは何位で落ち着くのか、2022年シーズンを占う動画をね、ここ最近はたくさん更新をしましたけれども、その結果がどうなるのか、このキャンプから全てが始まりますということで、今回のテーマはキャンプで今すぐにでも見たい選手をご紹介させていただきます。皆さんはですね、この2月から始まるキャンプで誰に注目をしているでしょうか。僕がねこれからご紹介をする選手、もしかしたら皆さんが注目をしている選手が挙げられるかもしれないので、ぜひともですね最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。というわけで順にご紹介をしていきます。まずは1人目、おかえりジョニーということで、黒木投手でございます。はい、もうルーキー時代からですね、一軍の戦力愚かはですね、もう勝ちパターンに匹敵する活躍をしてくれたこの黒木投手ですけれども、ここ近年はね怪我に苦しんでおりまして、トミー・ジョン明けでね、今年はまあどうなっていくのかっていうところをすごく僕は注目をしているんですけれども、いかんせんですねやっぱり怪我明けということもあって、で昨年ね2軍に登板はしたんですけれども、その後もねこう若干怪我をしてしまってというところで、ちょっとね故障の具合が非常にこう心配をしております。とにかく8回のヒギンスが退団をして、9回のね吉久も年齢的にも体力的にも1年間任せられるかどうかっていうところはちょっとなかなかね難しかったりすると思うので、そうなってくるとですね、まあ7回を吉田亮投手もしくは富山投手どちらかに任せるとしても、8回9回っていうのは今現在不在になってますよね。そんな中ですね、新しいクローザーも決めながら勝ちパターンも確立していくと、なかなかちょっとね今年もそういったこう試行錯誤難しさっていうのがあるのかなとは思うんですが、黒木投手がですねもし1軍で活躍をしてくれるのであれば、8回ぐらいはですねスポット埋まってくれるんじゃないかなというふうに思っているので、そういった点も踏まえてですね早く見たいなというふうには思ってます。続いて2人目、日ハムの近藤選手が一押しの太田亮選手でございます。もうこの辺はもう当たり前ですよね。あと5年ぐらいは台頭するまでは常に注目してやろうかなというふうに思っているんですけども、太田亮選手ですね、まあ、オリックスの浅村、オリックスの山田テストになるべくしてですね、本当に早く覚醒をしてほしいなというふうに思っているんですが、日本シリーズでもですね大活躍をしましたよ。その活躍を見てですね、まあ、覚醒したんじゃないかっていうところで、今年本領発揮というか1年間、まあ、フルで見てみて確認をされるんじゃないかなというふうに思いますが、何点経ってねオフの補強でバレーラ選手も加入をしたりとか、ドラフト2位で野口選手も加入をしたりということで、ライバルがね2人も現れてますから、この辺りかなり気合が入っているんじゃないかと思ってますね。とはいえまだまだ21歳ですよ。次4年目大学生になるシーズンですから、まあね3番2番とか、昨年はね2番セカンドで始まりましたけれども、ゆくゆくはね3番を打ってもらいたいんですが、まあ、ゆっくりね9番セカンドあたりで、まあ、自由にのんびりとねやってもらえたらなというふうには思っております。もう早みたいですね。3人目はもうこの人ね、自分のことよう分かってはる横山投手でございます。昨年のドラフトで6位で指名をされたセガサミーから加入をしたルーキーですけれども、自分のことよう分かってるってどういうことなのかっていうと、記事を拝見したんですけど、要はリリーフエースになりたいと言っていたんですね。ストロングポイントはまっすぐと威力抜群のフォーク、この2つですけれども、ね、西村監督の時には漆原投手だったりとか村西投手がね先発をこう最初やったりとかありましたけれども、まあ、花からですね自分はリリーフ向きなんだと、強みを生かした主戦場のリリーフとして、まあ、活躍をしたいと思っているっていうところがねすごく僕はいいなと思ったんですね。まあ、横山投手のように自分のこう売りというか武器っていうのをしっかりと自覚した上で入団をしてくれると非常にこう楽しみですし、まあ、期待ができるなと、まあ、6位指名ではあるんですけれども、まあ、社会人、まあ、即戦力という意味も込めてですね、なかなかちょっと下位でも近年のプロ野球難しくなってますけれども、非常にこう楽しみというか期待できますよね。4人目は最下位だろうが優勝しようが一番好きなオリックスの選手です。山岡大輔投手でございます。結局ですね僕の中では吉野部様がねいくらこう台頭しようが
がですね、オリックスのエースは山岡投手なんじゃないかなと思っているので、まあ、吉野部様はね、まあ、NPB のエースということで、がっちりこう、君臨をしていただいてですね、僕はやっぱりオリックスの顔はいつまでも山岡投手でいてほしいなというふうに思ってるんですね。そんな中ですね、やっぱり心配なのが、昨年途中で、まあ、怪我で離脱をしましたけれども、この怪我が本当に大丈夫なのか、っていうところですよね。気になるところで言うと、まあ、先発なのか抑えなのか、まあ、どっちなんだっていうところだとは思うんですが、首脳陣的にもね、まだこう決めかねてるみたいなところがありますから、怪我明けすぐにですね、まあ、リリーフに転向して、まあ、結果というかね、なんとなく名前で抑えてる感はあるんですけど、それでもね、結果を出しているので、まあ、そんなに今すぐ決める必要もないんじゃないかなとは思ってるんですね。他のリリーフ陣の状況とかと、まあ、見ながらですね、決めてもそんなに遅くはないんじゃないかなとは思っているので、そのあたりですね、僕はやっぱり先発として見ていきたいんですけれどもね、あの田島とか幸也とか宮城くんとかね、左ピッチャーが結構重なってくるので、山岡投手クラスのね投手が右で1枚いてもいいんじゃないかなとは思ってますね。続いて徹夜して決めた結果選ばれたのがこちら、ムクロキ投手でございます。まあ昨年のドラフトでね1位で指名をされましたけれども、気になるのが後ろなのか前なのかっていうところがね、非常に僕は気にをしております。まあなんとなく後ろで計算をしてそうだなとは思うんですが、ルーキーにねいきなりこう後ろで任せるのかっていう、中島監督も栗林選手パターンだみたいな感じでね、最初後ろで、ゆくゆくは前でみたいなことを考えてるみたいなことを言っていたので、じゃあまあ後ろなのかなっていうことは思っているんですけれども、まああんまりね負荷をかけすぎるのも良くないのかなと、まあ首脳陣の方も分かっているとは思うんですけれども、そのあたりね若干の心配はあるので、まあどこのね役割でこう投げていくのかなっていうところはちょっと注目をしていきたいなと思ってますね。あとは大学3年の時に肘の怪我をしてるんですけど、そこがまあゆくゆくはこう影響しないのかなっていうのはちょっと考えすぎかなとは思うんですが、そのあたりはちょっとね、まあ唯一の懸念点かなとは思ってますね。続いてオリックスの申し子こと野口智也選手でございます。関西大学からの指名はオリックスの選手としては初めてではあったんですが、なんてったってオリックスジュニアですから、ドラフト2位で指名をされた大学ナンバーワンショートと呼び声が高い選手でございますね。気になるのはショートなのかセカンドなのかサードなのか、大学生の時は3年生の時にセンターも守っていたので、まあセンターなのかっていうところだとは思うんですが、最初はショートもしくはセカンドを守っていくんじゃないかなと思うんですけども、まあサードはちょっとね打力的にどうなのかみたいなところもね、まあプロで見てみないとわからないんですが言われているので、このあたりですね、どこ守って、まあ、早く野口選手は見たいですね。もうバッティングがもう見たーってしゃあないですね。やっぱねオリックスジュニアっていうのもあるんですけど、このビジュアルかっこよすぎませんか。またイケメンが増えますよオリックス。どうします皆さん。そして最後、俺たちのということで池田龍馬選手でございます。2021年のドラフト候補生で一番僕は好きな選手でございました。地元大阪桐蔭から入団をした選手でね、オリックス大阪桐蔭の選手がたくさんいますけれども、やっぱり気になるのは高校野球からのプロということで、木製バットにどう対応できるかどうかっていうところですよね。それだけではなくて、一応高校時代はセンターを守っていたんですが、来た選手見たくですね、ちょっと両翼向きなのかなというところで、レフトなのかライトなのか、このあたりもちょっとねプロではどうなっていくのかっていうところはすごく気にはなってますね。まあ野口選手ではないんですが、池田龍馬選手もですね、オリックスジュニア一つ上の世代には来た選手もオリックスジュニアということで、この写真見たら本当不敬みたいな感じですよね。犬スカウトがおかんみたいな感じで、息子の卒業式か入学式来たみたいな感じになってますけども、やっぱオリックスジュニアということでね、愛着もファンとしては高まりますよね。以上まとめると、結局オリックスジュニアたまらんなということで、まあ黒木投手であったりとか、ムクノキ投手であったりとか、山岡投手なんてね本当に早く見たいですけれども、じゃあ特に見たいのは誰なのか、野口智也選手と池田龍馬選手、この2人のバッティングはもう早く見たくて仕方がないですね。その他にも太田亮選手であったりとか、横山投手であったりとか、一軍のね戦力になりそうな選手っていうのをピックアップ今回はしましたので、中でもオリックスジュニア最高だという動画でございました。いかがでしょうか。今日の内容はキャンプで早く見たい選手というテーマでお話をさせていただきました。2月から始まるキャンプですが、皆さんはどの選手に注目をしているでしょうか。オリックスを語るチャンネルではこの7名を本当にキャンプを見て楽しんでいきたいなと思っているので、ぜひともですね僕と一緒、あるいはこの選手もどうですかっていう感じでですね、皆さんのお考えをコメント欄の方にコメントしてもらえたらなというふうには思っております。オリックスを語るチャンネルではインスタグラム、ツイッター、2つの SNS を更新しております。ぜひともねどちらかやっているよという方がいらっしゃいましたら、フォローの方お待ちしております。それでは本日の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録お待ちしております。